みんな揃ったね。それでは作戦会議を始めます。なあかすみ、作戦会議ってなんだ？決まってるじゃん。クリスマスライブをより楽しくするための作戦だよ。何でも作戦をつけりゃいいってもんじゃねえぞ。けどやっぱりライブを楽しくするための作戦は必要だよ。何か意見がある人？私はやっぱりクリスマスライブだからみんなでサンタの格好をしてみるとか。ああそれ面白そう。サンタの格好なんてそんな恥ずかしい真似できるかっての。確かにそれはちょっと私も恥ずかしいかも。それじゃあトナカイならいいよね。アホか、余計恥ずかしいわ。じゃあウサギ？クリスマスはどこ行った？クリスマス全然関係なくなったぞ。アリサ、文句ばっかり言ってないで。それならアリサも意見出しなよ。アリサは何の格好なら納得するわけ？つか、なんでコスプレありきになってるんだよ。アリサは今日もキレッキレだね。は？何が？みんなの会話を盛り上げるための仕事がすごく丁寧ってこと。てかその言い方やめろって。逆に恥ずかしいだろ。普通にツッコミって言えって。だけど私本当にすごいなって思うよ。だって普通そんなにたくさん言葉が出てこないもん。うんうん、それは私も思う。瞬間的によくそんなに言葉が思いつくよね。やっぱりアリサちゃんって頭の回転が早いんだろうな。私なんて何の話してるか全然わからないことよくあるよ。よくあるってお前、さりげなく言ったけどなかなかの衝撃発言だぞそれ。ほら今のアリサちゃんのその感じ、やっぱりすごいよ。うるせえな、いちいち評価するなって恥ずかしいだろ。お花見の時から私ずっと思ってたんだ。あの日のアリサは本当にすごかったもんね。最初はずっと黙ってたけど最後は本領発揮って感じだったよね。お前らあの時の話はもういいだろ。もう勘弁してくれって。けどさ、あれがきっかけで花園1年生同士すっごく仲良くなれたよね。うん、それは間違いない。あのお花見はアリサのおかげで本当に楽しかったもん。アリサもあれで結構友達増えたよね。まあそうだけど、友達っつうか顔見知りな。またまた照れちゃって。今度のクリスマスパーティーでもアリサの怒涛のツッコミ期待してるよ。あ、そうだよ、その話しなきゃ。お？そもそも今日集まったのはクリスマスライブのことを考えるのが目的だったじゃん。あ、そうだった、完全に忘れてた。こうやってすぐに話が脱線しちゃうよね、私たち。だってさ、アリサがすぐ面白いこと言うんだもん。私のせいじゃねえだろ、どう考えたって。はい、それじゃあ気を取り直してもう一回最初から始めようね。リミリン大丈夫？うん、平気だよ。おたえも今は何を話すのかちゃんとついてきてるよね。クリスマスライブの盛り上げ方でしょ。うん、大丈夫。アリサもあんまり脱線しないようにしてね。だから私のせいじゃねえから。それではもう一回クリスマスライブを盛り上げよう大作戦の会議を始めます。いつの間にか大作戦になってるし。